皆さん、こんにちは。本日は、数2 4章、指数関数、対数関数の、指数関数の不等式についてやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。こちら、次の不等式を解けということで、カッコ1からカッコ3までやっていきたいと思います。まずは括弧1です。3の x 乗小なり81ということですが、はい、こちら、81が3の4乗っていうことに気づいていただければ、はい、今回はホニャララ乗という、このホニャララの元になっている手という部分、 今回、これは3となって、1よりも大きいですので、はい、よって、不等号はそのまま、えー、向きを変えずに、こういうふうに、X 小なり4、というふうに答えることができます。続いて2番です。 2番は5分の1の x 上、大なりイコール25分の1ということですが、こちら25分の1がこんな感じにできるよということに気づいていただければ、今回は定に当たる5分の1というのは0と1の間ですので、はい、よって不等号の向きは逆になります。つまり、x 小なりイコール2というふうに答えが出てきます。続いて、 3番の問題。こちらの問題ですが、まず9の x 乗というのが3の 2x 乗ということに気づいていただければ、この3の x 乗を文字で置くことによって、こんな感じの二次不等式の式になります。そしたら、あとはこれをこういうふうに因数分解してあげて、はい、今回は9とマイナス1と出てきたので、はい、こういった形にすることができます。ここで t が0よりも大きいですので、はい、t は 大なりとという,ふうに答えることができますすると t というのはもともと3の x 乗ですので、3の x 乗代なり3の2乗とすることができて、はい、で今回は3、これは1よりも大きいですので、x 大なり2というふうに答えることができます。それでは本日のまとめとして問い7やってみてください。それでは解説に移ります。問い7です。 まずは、カッコ1。64が2の6乗って気づいていただければ、あとは、はい、今回定位に当たる部分2は1よりも大きいですので、はい、x であり6と答えることができます。続いて2番です。はい、この式、16というのが2分の1のマイナス4乗というふうに考えてあげれば、今回は2分の1。これは0と1の間になりますので、はい、不等号の向きひっくり返って x、x 小なりイコールマイナス4と答えられます。続いて3番です。 3番はこういった式になりますので、はい、2の x プラス1乗というのを 2×2 の x 乗と分解してあげることによって、この2の x 乗を t と置いてあげます。そうするとこういった式を作ることができまして、はい、あとはこういうふうに因数分解して、マイナス2を今回は0よりも大きいですので、こういうふうに離すパターン。で、もともと、はい、この t ね、ほにゃらら乗というのは0よりも大きいって条件ありますので、はい、えー、こっちの条件なくなって4小なり t とすることができます。 で、元々 t というのは2の x 上です。で、今回は t2 は1よりも大きいですので、不等号の向きは変わらずに x 大なり2というふうに答えることができます。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。